事件の全貌だよ。エネルギー。じゃあ最初から事件を振り返る。まず犯人は今回の犯行に及ぶ際、まずある人物と手を組んだんだ。そして凶器となるダンベルを使い襲いかかったんだ。そこで待ち構えていた犯人によって眠らされてしまった。そこで予期せぬ事態が起きた。Let's go. Ready. Fight. そしてそこで待ち構えていた犯人によって音の結末、それが美術倉庫にあったハンマーで山田君を殺すことだった。飼っていたハムスターを操ることでプロテインの容器を代わりに置いたんだ。凶器となるダンベルを使い襲いかかったんだ。そして床下に潜んでいた犯人が鉄串を突き上げた。そして前園さんを殺した後、犯人は慌てて証拠隠滅に取り掛かった。すると入れるオクタゴンからそれらの道具を調達していた。